はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、新しい妖怪をゲットしに行きたいと思います。今日狙う妖怪が、こいつです。海坊主。まだ入手しておりませんでした。なかなか出てこないからね、かなりレアなんだけども、まあ、頑張って、やっていきましょうか。海坊主の入手方法ですけども、雨の日の夜の海なんだよね。OK。このね、雨っていうのを簡単に操れればいいんだけども、妖怪ウォッチ1では、なんだろう、自分が思うように天候を操れないんだよね。雨降らしでできればいいんだけどね。できないんだよな。はい。まあ、とりあえず海の方行って探しましょうか。海到着しました。ここね、100% いるわけじゃないんですよね。いるときはいるけど、いないときはね、何回もね、こう、戻ってきて、戻ってきてを繰り返さないといけないんですよ。あ、E ランクか。S ランクはいないな、いないな、今回は。また戻ります。めんどくさいんだ、これが。あ、昆布さん初めてだった。あ、昆布さん俺入手してなかったの？じゃあワカメくんとメカブちゃんももしやいないとかか。まあ海坊主のついでにそれも集めてみましょうか。いるんならね。メカブちゃんも仲間になりました。いないよね、メカブちゃん。あの辺が確かガラ空きだったので多分初めてじゃない。ほら、じゃあ一個上、百姫の横はワカメくんだ。オッケー、探そう。いた、いた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 。これセーブしてできたりしたっけ。いや覚えてない。まあ一応セーブしてやってみっか。一応セーブはしましたけども、どうだろうか。あ、でかいからこれ確実だな。捕まえやす。あとは仲間にできるかどうかですね、海坊主。確かね、1年前も仲間にしようとね、一生懸命になったのよ。でも、ちょっと仲間にならなくって諦めたんだよね。好物は、確か野菜なんで、松茸をやればね、なりやすいはずなんだけど、なかなか確かならなかった気がするなぁ。海坊主は、HP が全妖怪中一番高いのなので、使い道はね結構あるんで欲しいんですよね。 OK、 いいタンクになってくれそう。どうだ、一発目は無理かー。ダメだ、セーブしてやったけども違う妖怪になっちゃうんだね。なるほど。あ、ならば、そうか。これは雲海峡で戻っていくよりも、セーブロードを繰り返した方が早そうだな。それで行こう。2回目発見。やっぱこう、ロードが一番早いね。ちょっと今まで、雲海峡で戻ったりしてたので、これロードした方がいいわ。だいぶ俺時間を無駄にしてたな。アイテムを無駄にしてた。今回はどうでしょうか。これ雷系のやつで来て、倒した方が早いかな。いやいやいや。草薙でいいや。草薙で、多分一番早いんじゃない？今の俺の手持ちだったら。そんなことないか。あ、でもまあまあ早いよ、絶対早い。2回目、お願い、もう来てください、お願いします。ダメか。3回目倒しました。どうだ、3回目で来てくれ、頼むよ。よーし、来た、来たー。来ました、海坊主仲間になりました。よーし、
オッケー、強力なタンクが一体仲間になりましたね。はい、ということで今日は新しく、妖怪ゲットしましたね。海坊主、そしてメカブちゃん昆布さんですね。ワカメくんもおそらくその辺にいるんじゃないかな。全く見えなかったけども、まあ、いると思います。まあ、ワカメくんを入手して、海ゾーンはそれで終わりじゃないかな。うん。まあ、とりあえず海坊主レベル上げてタンクとして一度使ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。